統合ターンとは、連合艦隊司令長官、統合平八郎による定時戦法の一つである。NHK ドラマ、坂の上の雲や歴史を扱った番組などでは、統合平八郎の統合ターンの決断により、定時戦有利の状況での劇的な勝利を収めたと紹介されてきたが、現実はそれとは異なっていた。当時、日本海軍は、日本海海戦の半年前に、 露国旅順艦隊と公開回線で戦闘した際、すでに定時戦法を試していた。しかし、この戦法は敵に戦闘意欲がない場合、また敵が回答して逃げた場合は、効果がなくなってしまう。公開回線では露国艦隊が逃げてしまい失敗してしまった。それどころか敵が逃げる際に放った副砲正者が連合艦隊の一席に当たってしまい、 日本の船が勝破してしまった。この戦闘により、定時戦法の欠点を知った連合艦隊は、バルチック艦隊への定時戦をやめ、秋山正幸を中心と死別の戦法を考えた。そして、秋山正幸らによって、連結機雷という案が出された。連結機雷とは、複数の機雷を栄光ーロープで縛り、敵艦隊の前へ水雷艇を使い付設するという戦術である。 連合艦隊はこれを採用、政府はこれを最重要機密とし、来たる日本海海戦に、これを用いて、あらかじめ損害を負った敵艦艇を本艦隊との砲撃戦で沈めることを決意した。5月27日早朝日本海海戦当日、秋山正幸より東京へ、電報、敵艦未誘導の警報に接し連合艦隊は、自家地に出動、これを撃滅戦とす。 本日天気聖狼、なれども破壊し、本日天気聖狼、なれども破壊しという、このセリフ、これは、嫌いを付設する水雷艇が、破壊により出撃できないという打電であった。これにより、連合艦隊は、連結嫌いを諦めざるを得なくなってしまう。連合艦隊は、一切の作戦も持たずに、大国ロシアと戦うこととなった。そんな時、さらに問題が発生。 この時の東郷の作戦は、バルチック艦隊に向けて前進し、艦隊の西側で反転。同行線に持ち込む戦法であったが、敵艦隊の位置の即居にミスがあり、連合艦隊は、バルチック艦隊の正面に出てしまった。この時、危険を避けて敵の西側へ転進すれば逃げられるかもしれなかった。しかし、東郷の下した決断は、取りかじであった。ここで取りかじをすれば、 連合艦隊が回答を終えるまで敵の集中砲火を浴びることになる。この時統合は、たとえ三笠が沈められようとも、バルチック艦隊は、絶対に逃がさないという決断だったと伝えられている。数々の問題に見舞われながら、艦隊を勝利に導いたのは、この捨て身の統合ターンだったのである。ありがとうございます。